今年に入って遼寧、空母打撃群が沖縄、尖閣近海での訓練を開始、日本も護衛艦加賀や P3C 哨戒機などで対応しています。今回は宮崎県新田原基地に X-47B ステルス戦闘機を20機配備に伴い、新たな課題が出てきました。では詳しく見ていきます。スクランブル任務や攻撃などの課題はどう改善するかな。2021年も4月に入り、日本の防空に関する2つの話題が報じられ、注目を集めているが、1つ、メガ F-35 ライトニング 2B 型の宮崎県ニュータバル基地への配備計画。2つ目が、2020年度のスクランブル回数だ。1つ目は、4月4日に報じられたもので、短距離離陸、垂直着陸が可能な第5世代戦闘機。アメリカのロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング 2B 型の配備先として、宮崎県のニュータバル基地の名が挙げられた。航空自衛隊では、現在、日本の7カ所に戦闘機を配備する基地を有しており、この中で、これから航空母艦化改修を受ける護衛艦、出雲、加賀の艦載機となるのが F-35 ライトニング 2B 型である。航空自衛隊は、この F-35 ライトニング 2B 型を全体数で42機調達する方向で動いており、これらの全機を配備するか否かは不明だが、最初の同期の飛行隊ハニュータバル基地に新設される方針のようだ。2021年4月現在、航空自衛隊の戦闘機配備先は、北は北海道から、南は沖縄までの日本全国に7カ所であり、ニュータバル基地も、既存の戦闘機配備基地の一つとして F-15 自衛、イーグルが配備されている。具体的には、北から北海道千歳基地に F-15 自衛、イーグルが約40機、青森県三沢基地に F-35 ライトニング 2A 型が約20機、茨城県百里基地に F-2 が約20機、石川県小松基地に F-15 自衛、イーグルが約40機配備されている。また、南では、福岡県築城基地に F-2 が約40機、宮崎県ニュータバルに F-15 自衛、イーグルが約20機、沖縄県那覇基地に F-15 自衛、イーグルが約40機配備されており、従来までは、北方面が若干厚めの配備のようにも感じられる。今回へ、F-35 ライトニング 2B 型の配備先が、宮崎県のニュータバル、基地だと表明されたことは、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛用に、同機の持つ短距離離陸、垂直着陸の特性を生かそうとする意図があるのだろう。現状の配備では、那覇基地の F-15 自衛、イーグル約40機が、対中国に向けた最前線に当たるものと言えそうだが、当然、ここの滑走路への攻撃も想定され、そこが麻痺すれば、他に、通常滑走路の確保が南西諸島では困難だからだ。沖縄には在日アメリカ軍の駐留もあり、他の日本の航空自衛隊基地よりも防空能力は高いとも考えられるが、護衛艦、出雲、加賀を移動可能な航空基地をすることで、攻撃への耐性を高めると考えられる。また、現在、日本政府は、鹿児島県の離島、馬毛島を、約160億円をかけて取得しており、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練や、新たな自衛隊基地の設置を行うことが予想されており、地理的にニュータバルからも近い。そのため、F-35 ライトニング 2B 型の訓練、並びに、陸上自衛隊の島上陸訓練への馬毛島の活用推進も考えられ、対中国を考慮した南西諸島防衛の用として、同等が重要な役割を果たす可能性が大きいものと思われる。さて、
2つ目の2020年度の航空自衛隊戦闘機によるスクランブル、緊急発進の回数だが、延べ725回であり、2019年度の947回、2018年度の999回と比較すると、絶対数では若干減少傾向にあるようにも見える。ちなみに、2020年度のスクランブル回数延べ725回中、中国軍機に対する割合は約 63% に相当する458回であり、すでに日本の行うスクランブルの3分の2が中国軍機を対象としている状態だといえる。2020年度の総数が中国軍機の飛来も含めて減少傾向にあるのは、世界的な新型コロナウイルスの蔓延が影響を及ぼしているのではないかとの声もあるが、その相関関係については現状では明らかではない。ただし、航空自衛隊自体が相次ぐ中国軍機の飛来に対し、2020年度からはスクランブルを行う基準を若干厳密化している点も影響している模様で、単純な回数のみの比較は無意味なのかもしれない。日本の航空自衛隊において懸念されているのは、現在主としてスクランブル任務に従事している F-15 自衛イーグルの機体の酷使にあり、想定よりも早く機体寿命を迎える可能性も指摘されてきている。また今後スクランブル任務に従事する頻度が配備数配備基地に比例して増加するとみられている F-35 ライトニング 2A 型はF-15 自衛イーグルよりも運用整備に要する費用が高額であることも問題だ。現在の2021年時点では全体で102機の調達が見込まれている F-35 ライトニング 2A 型であるが、その数で日本の防空を担うことは困難であり、一部の F-15 自衛イーグルに改修を施す延命策が予定されている。アメリカ本国では F-15EX 愛称がイーグル2と呼称されることが決定した新型の機体を配備する予定だが、これとレーダーセンサー等の使用がほぼ同一とするのが日本の F-15 自衛イーグルの改修内容だ。この対策、改修工事自体は F-15 自衛イーグルのライセンス生産を担当した三菱重工業とボーイング社との間で契約の締結が報じられているが、当初の想定より膨れ上がった費用面の問題も浮上してきている。